こんにちは、ガンちゃんです。今日はですね、新外国人調査レポート2023ということで、もしかしたら阪神の新外国人候補になるかもしれないアリゾナダイヤモンドバックスのジョーダン・ルプロー選手について話していこうと思います。岡田監督の構想としましては、1番に近本選手を固定し、2番候補としましては小畑選手や中野選手らがいまして、熾烈な二遊間争いを勝ち抜いた選手が2番を打つことになるんですが、そうなると2022年同様にどうしても阪神打線の上位から左打者が並んでしまうことになってしまいます。そしてシーズン中は今永投手や大野雄大投手ら各チームの左ピッチャーに抑え込まれ、8月には大型連敗をしたのは記憶に新しいところです。そこで今回は左投手にめっぽう強い主軸を打てるバッターとしまして、アリゾナダイヤモンドバックスのジョーダン・ルプロー選手について注目してみました。動画を最後まで見てもらえましたら、ジョーダン・ルプロー選手の特徴や経歴について知っていただけると思います。このチャンネルではファン目線とスコアラー目線の切り口で様々な角度で野球の話をしています。新外国人調査レポートシリーズでは各チーム来県向けて補強する外国人選手を数多く紹介するシリーズになっていますので、チャンネル登録まだの方はぜひこの機会にチャンネル登録していただけると嬉しく思います。結論から言いますと、ジョーダン・ルプロー選手は相当活躍するんじゃないかなというふうに思います。それでは早速ジョーダン・ルプロー選手の経歴から見ていきましょう。ジョーダン・ルプロー外野手、1993年9月26日生まれ、29歳、身長は185センチで体重は84キロ、右投げ右打ち。カリフォルニア州バイセリア出身で、ブキャナン高校からカリフォルニア州ブレズノ市にあります州立大学に進学し、大学在籍中にはヤンキースのアーロン・ジャッジ選手と同じチームメイトでもありました。2014年 MLB ドラフト3巡目でピッツバーグパイレーツから指名されまして、傘下のシングル A でありますジェームズタウン・ジャマーズでプレーしまして、62試合で打率2割7分7厘、本塁打6、打点30、出塁率3割6分、長打率4割2分3厘、OPS 0.783 を記録。2015年はシングル A のウエストバージニアパワーでプレーしまして、106試合で打率2割6分4厘、本塁打12、打点67、出塁率は3割6分6厘、長打率4割6分4厘で OPS 0.830 を記録します。その中でも特に2塁打が多く、36本打っておりまして、一発長打のホームラン打者というよりかは、右中間と左中間を割っていく打球を放つバッターです。2017年には AAA と AA でマイナー2チームに所属しますが、通算で23本塁打57打点を挙げてメジャーへ昇格します。その後2019年にはクリーブランドカーディアンズにトレードで移籍したルプロー選手は、左投手に対して強い成績を残します。2019年の成績は85試合で打数が225ありましたが、対左投手の長打率は7割4分2厘、出塁率4割3分9厘、 OPS は 1.181 を記録しまして、OPS に関しては MLB 全体を見渡しましても4番目に高い数値で、ヒューストンアストロズの4番バッターでもありますアレックス・ブレイグマン選手らに次ぐ指標となりました。また2020年には9月23日のホワイトソックス戦で2対2の同点から9回にジオ・ゴンザレス投手からサヨナラ本塁打を放ちます。そして9月30日のアメリカンリーグのワイルドカードの第2戦目、田中マー君が先発した試合でもあるのですが、対ニューヨークヤンキース戦で2点を追う展開の7回裏に代打出場しまして、一時は同点となる2点タイムリーツーベースを放つなど、秋口以降に勝負強い打撃を見せます。2021年はレイズへ移籍するも、左の足首を故障してしまいまして、手術などを受けるのですが、2022年はアリゾナダイヤモンドバックスへトレードで移籍し、205打数で打率1割7分6厘でしたが、本塁打も11本打っておりまして、日本での活躍を期待している選手です。ジョーダン・ルプロー選手の特徴としましては、ややオープン気味に構えるスタンスから、体が開かずに、決して強振することなく打球をフェアゾーンに入れる打撃を見せるバッターです。ホームランバッターというわけではありませんが、タイプ的には元阪神のマートン選手のような選手です。また外野の守備もレフトとライトどちらも守れますし、落下地点入るのも早く守備力もある選手です。このジョーダン・ルプロー選手はぜひとも獲得リストに入れてほしい選手です、その理由といたしましては、まず1点目に左投手に弱い阪神打線におきまして、このルプロー選手は対左投手の成績が良く、左に強いバッターですので、阪神の補強課題でもあります右の強打者の補強にマッチする点。そして2点目はどちらかというと中距離バッタータイプのルプロー選手ですが、アウトコースのストレートをライトへホームランできるパワーもあります。そして3点目にシーズンの終盤、秋以降に勝負強い打撃を見せるルプロー選手は、夏場以降に加工する阪神打線におきましては、 CS なども見据えますと尻上がりに調子を上げるタイプとして期待できる点、以上のような理由が挙げられます。確かに外国人選手に関しては日本に来てみないとわからない部分は多々あります。しかし今の阪神におきましては、ジョーダン・ルプロー選手は打線の中におきましてもアクセントになるバッターだと思いますね。
さて今日は新外国人調査レポート2023ということで、阪神の新外国人候補になるかもしれないジョーダン・ルプロー選手について話してきたわけなんですが、もう一度ジョーダン・ルプロー選手の特徴を振り返りますと、まず1点目にややオープン気味に構えるスタンスから体を開かずに決して強振することなく打球をフェアゾーンに入れる打撃を見せるバッターです。そして2点目がホームランバッターというわけではありませんが、タイプ的には元阪神のマートン選手のような選手です。そして3点目が外野の守備もライトとレフトどちらも守れますし、落下地点入るのも早く守備力もある選手です。今年のヤクルトはシーズン終盤のペナントレースに CS 日本シリーズと助っ人のオスナ選手が好調を維持しまして、非常に効果的なホームランやタイムリーを連発していました。やはり長いシーズンを考えますと、終盤での外国人選手の打撃力は試合の勝敗を左右します。ですので決定力不足に悩みます阪神打線におきましては、シーズンの一番の勝負どころであります夏場から秋口にかけて打棒が爆発する助っ人選手が必要です。このルプロー選手に関しましては、ポストシーズンでの活躍もありますし、非常にファイティングスピリッツを持った選手ですので、阪神のチーム課題の補強ポイントにはマッチした選手かと思います。さてこの新外国人調査レポート2023では、各チーム来季へ向けて補強する外国人選手を紹介していくシリーズとなります。次回も新しい外国人選手の情報が入りましたら、選手を動画で紹介していこうと思いますので、お楽しみに。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。